現在上空は再び暗い雲に覆われています。ボートレース三国カニボーチャンネル杯、本日シリーズ3日目の競争、競争水面続いてのカード第8レース一般戦です。対戦メンバーは1号艇古賀智之、2号艇河原正明、3号艇藤田康弘、4号艇岩田亮、5号艇高田明、6号艇米田隆弘、以上のメンバーです。コースへとゆっくり向かいますのは1号艇古賀智之、2コースには2号艇河原正明が向かいます。河原はこのレースピストルリング4本交換して登場となっています。3号艇藤田康弘、3コースです。昨日の前半レースでは陰線逃げてシリーズ2勝目を挙げています。定番通り4号艇の岩田亮が4コースの角、5コースには前半レース逃げて1着を取っています5号艇の高田明、6コースに6号艇米田隆弘、3対3と2つに分かれました。このレース1号艇古賀智之が人気の中心です。3連単では1、3、5の組み合わせ 9.6 倍が一番人気の組み合わせとなっています。進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2号艇河原好スタートを切っています。逃げの体勢作る1号艇古賀をまくります。2号艇の河原、3号艇藤田、間から続いてそのうち4号艇の岩田、外には5号艇高田、最内6号艇米田も、先頭は2号艇の河原正明、2番手3号艇藤田優勢、内から迫る6号艇米田、そして外に4号艇岩田と5号艇高田、その外に1号艇古賀追走でスタート正常です。2号艇河原先頭、6号艇の米田、外に切ったのは5号艇高田、内をさばく3号艇の藤田です。2番手は3号艇藤田康弘、外に6号艇の米田、そしてその外5号艇の高田が追走、あとは5番手争い1号艇4号艇並んでいます。2番手3番手争い、コンスの中2周1マーク、3号艇の藤田先前、握っていく6号艇の米田と5号艇高田、小回り1号艇の古賀が続きます。3号艇藤田がここでリードを広げました。3番手6号艇米田の現在の上位体形は2番3番6番でこれから2周2マークです。リードを広げました2号艇河原正明、先頭で2マーク旋回、3号艇の藤田が2番手、内から1号艇の古賀と5号艇の高田、それを最内につく形で6号艇米田が引いて切り込みました。3番手ここで6号艇米田再びリード、2番3番6番と体形変わりなく最終周回です。トップスタート2コースからまくった2号艇河原正明先頭、3号艇の藤田が2番手、そして6号艇の米田3番手、内1号艇古賀、そしてそのうち5号艇高田が続きますが、6号艇米田リード4艇身から5艇身、2番3番6番で最終ターンまで向かいます。シリーズ初白星2号艇河原正明、これは独走です。3号艇の藤田康弘2番手、3番手争いは6号艇の米田、1号艇子が握って内から5号艇高田も、6号艇の米田3番手守り切りました。先頭6番河原が5塁、2番手3番藤田が5塁、3番手6番米田が5塁、5番1番接戦、ラストは4番岩田が5塁です。